皆さん、こんにちは。話題満載 TV です、えー。日本人もですね、米中の激突に備えようと。このように聞いたら皆さんはどのように思いますか、まあ、激突と言いますとね、まあ米中はもう貿易戦争ということで、今は様々な形で圧力が起きておりますね。えー、またそうした中で、えーまあ、現在世界を追っておりますこのコロナ禍において、 え相当またこの感情もですね米国国民全体のまあほぼまあ8割以上がですねえ中国に対する感情がもう悪化しているともう激怒しているという状況ですねもう絶対許すなというところまで来ているわけですね。これに拍車をかけたのがですね まあ中国友人によるまあこのアメリカが武漢に持ち込んだものだという発言ですね、まあ、当然これはまあ誰であっても激怒するわけですね、えー、自分たちの責任をえ他者にもなすりつけたわけですね、えー、もう今あのどこがねどういうふうに見て調べていってもこの発生源はあの武漢であるということがもう明らかになってきつつあるわけですね えー、ただあの、日本の、ね、いくつかのもうメディアの中にはですい、ね、まあ、未だにあのあのネットメディアが多いんですがこれあの、えー、日本人の、ね、名前を語ってはいますけども多分違うと思いますけどね、えー、武漢説は怪しいと、えー、中には、ね、武漢が発生源ではないとするこれだけの証拠があると。 いうようなことを言って、まあ相当にでたらめなことを書いてあるメディアもあるわけですね。えー、こういうフェイクニュースは、えー、なんとかね、これ取り締まっていかないといけないんじゃないでしょうかね。これ今、世界的な問題として、まあ、起きてるわけですね。えー、このフェイクニュースでは最近も、まあ、北朝鮮がですね、えー、このコロナは 実はアメリカと、ね、韓国が仕組んだものだというフェイクニュースをこれ流しましたけどもえこういったものはやはり何とかも取り締まってその責任を負わせるという形で民主主義国家がですね団結して何らかの,この体制を取っていかないとダメではないかと思うんです。日本はずっとのフェイクニュースであの負けてきたわけですね、えー、もうこの人よしの人人日本人、えー、またあの何かあってもね。 えー、とにかくまあまあということでなんとかあのなだめて穏、えー、便に済まそうとするこういったの日本人のようなあの人間性を持った人たちっていうのは世界には少ないです。えー、こういった人をあの平気で騙そうとする人もやっぱりいるわけですね。えー、そこでですね最初の話ですね日本人も米中の激突に備えようと。 えー、これはあの決して、ね、オーバーなことではないんですが貿易戦争というレベルじゃないんですね、えー、次元がちょっと違ってきております、えー、ロイターがここにはロイターが発したこの、えー、記事出しておきますけども、えー、このロイターがですね入手した情報としてですねあの国家安全保障局これ中国ですね国家安全保障省ですね こちらが、ですねいわゆるあの習近平国家主席、えー、さらにあのこのいった北京の,この指導者たちですね、えー、こうした人たちに提出した報告書があるわけなんですが、えー、今現在、ですね、えー、天安門広場、1989年ですが、えー、この取締り以来、世界の反中感情は最高にも達していると結論付けているんですね、こういう報告を出しているんですね。 さらにですね続けてこれあの内容を言っていきますとその結果の北京はパンデミックの,影響あの余波を受けてえ米国主導の反中国感情の、えー、波にこの直面していると、えー、そこであの世界のねこの二大国家ですねいわゆるこの中国とアメリカですねこの武力衝突のため のこの最悪のシナリオで我々は準備しなければいけないと、えー、こういう問題の提起をしたわけですね。えー、このロイターが伝えるところによればですね、えー、このレポーターの中国ではまあ最高情報機関であるこの国家安全保障省とこことあの連携しているこのシンクタンクの 中国現代国際関係研究所、いわゆる CICIR ですね、ここによって作成されたものであるということは述べているわけですね。でただの、ロイター自身はね、この内容についての、えー、確かなのブリーフィングペーパーを見ていないということなんですが、十分に調査した上で、えー、さらにその上で、その結果を、ね、知っている人から直接、これらの説明を、えー、がもたらされたと。 いうことを言ってるわけですね。で、ロイターはこの件について中国外務省の報道官にこれ確認を取ったわけですね。しかし、そのようなことは聞いていないと、そんな情報はないということを答えが返ってきたということなんですが、ただあの。 中国外務省の報道官ですね、これ、テレビで皆さん、あの中国の報道官、今、女性の方やってますでしょあの、河野大臣と笑顔で写真に一緒に写ったことのある人ですね、えー、この報道官、ずいぶんね、中国を代表したものを言ってますから、相当な地位があって、相当な権限があるんだろうと思いがちですが、えー、実はそんなことも全くないわけですね。 えただあの言われた通りのことを喋っているということですので、えー、あのこと自体はね、あのまあ中国に意向ではあるんですが、えー、まあ,あの女性の方、えー、自分で考えて、ね、ああいうように物を言っているという意味のものではないわけですね。えー、米国民の感情を逆なでしたのは今回のこの被害の大きさだけではないわけですね。 中国は初めから分かっていたにもかかわらずこれを意図的に隠蔽して遅らせてその対策をさえも誤らせたとそしてこれほどの世、ね、界的な甚大な被害をもたらすきっかけを作ったということで、まあ、その怒りが浸透しているわけですね。でこれについての怒りはです、ね、WHO にもアメリカはま向いているわけですね。 WHO はもう今までと同じような体制のままで存続することはおそらくも難しいというふうにあの思いますね。え米国はもう WHO を相手にしないでしょうえ。今後まともな形ではね。拒否的も今後おそらくはもう出さないのではないかとあの思います。 日本もですね WHO に緊急の支援の何億円だか出しましたけども何百億円だかあ、まあいうことはあの、まあ、やっちゃいけないですねあれだけ批判されている組織に対してですね、えー、何らかの形でこの支援をしてしまうと、うん、やはりそこは一旦様子を見たうえで,見た上で,です、ね、次の,体操あの対策を考えていかないことにはやっぱりあの判断は間違ってしまうわけですね。 WHO が何か日本に対していいことを言ったからと言って特段何もいいいことはまあないわけですえ中国のこの報告ではですね、えー、戦争に備えようということですねアメリカとの武力衝突、えー、これも直接的な、ね、形でというよりはさまざまな形でこれらのミッションはもう既に進行しているというふうに見ていいと思うんですね。 あの現実にはこの武力、軍事力だけではなくてですね、えー、その他情報、えーまあ、こういったところからですねサイバー戦とかあるいはの、まあ、工作活動ですねそういったものすべてを総称したあの戦いですね、えー、今の20世紀の新しい戦争ということですね、えー、ただあの、そうは言ってもですね、えー、軍事力の巨大な方が発言力が非常に大きいと。 核兵器のない国よりはあ国の方が、えー、発言力が大きいということはあの言えると思うんですね。えー、例えばのソ連、ソ連はもう経済力も小さな国で、実際には国力も小さくてですね、大してあの、えー、強い国じゃないんですね。えー、ただソ連というのは核兵器を持っていることと、えー、それからいわゆるこの張ったりですね、張ったりと、えー、それから えーまあ、いわゆるこのスパイ工作スパイ活動ですねこういったものがあ,のあるこのおかげによって、えー、ソ連の発言力は非常に大きなものになっているとそうした意味で言いますと、えー、日本の発言力はねこれだけ経済力があっても発言力がないのはやっぱりあの、まあ、軍事力の裏付けというものがないからということはこれもう、えー、軍事力がねあのじゃああったほうがいいのかないほうがいいのかということとは別なんですよ。 それがもう世界の現実だということです。で今回のこの騒動が収束した後間違いなくのアメリカと中国がですね何らかの形で、えー、大きくですね世界を揺るがすような形の、えー、巻き込んだ形で動いていくことはもう確かなんですね。えー、日日本本及び日本人もあのその 時に備えてですね、今からやはり何らかの対策を打っておくべき、まあ、心構えをしておくべき、そういうときではないかと思うんですね。もういい加減にあに人のいい日本人から脱却しないことにはですね、えー、まあ今、世界の中で生き残ることは難しいと。ご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。チャンネル登録